むそのエビマヨかチキンかとか、てりたまも美味しかったよ。てりやきチキンとエッグだ。でもここはね、エッグが結構有名かな。野菜ミックスも美味しかった。ポテトサラダみたいな。サンドリッチに興味があるのと、ハムカツ、エビマヨ、あ、ほんとエビマヨは興味ある。フィッシュも興味ある。チキンカツも興味ある。セリーカツはまた別に。数いっぱいあるのが、うん、あの、あれなんだ、売れてるんだよ。エッグとか3つボタンあるし、ダブルエッグとかも3つあるし、タンドリーチキン300円。エビマヨ310円でなんとかって感じですね。でもいいよ。一回買ってみるか。サンドイッチ。うん。オッケーです。すごい種類あるよ。どうなの？あ、でも。塩豚サンドとかある。そう。あれも。あそこに載ってないやつある？全部乗ってる？全部乗ってる。古い女と大声でしょうが、いつもね、うん、買ってしまうんだよね、ツナを。そしたら、うちの若い子に、サンドリアでツナ買うって初めて聞きましたって。そうなの？初めて知ったのは知らないのに、パートナー。Yes.